うわあ、ほったらかしいしたいここですねーでうわあううねちゃんと履いてるー<さ>おっそっすー アラン・ウェイク2こちらのゲームをプレイしていこうと思いますマイクロペーサーどうぞよろしくということでこちらのゲーム2023年10月発売となったゲームでございます大きく異なる2つの世界の2人の主人公を描くサイコロジカル・サバイバル・ホラーゲームということで 一応前作1にあたるアラン・ウェイクリマスタードリマスター版を一応プレイはしてたのでねせっかくなので2もやっていこうかなっていう感じなんですけれども懐かしのアラン・ウェイクでございますよかったら概要欄から1をまだ見てない方はそっちも見てもらえたらと思うんですけれども 1>, 1はね、まだこういった実況などを始めて間もないというか、全然まだチャンネル登録者とかもいなかった頃なんで、びっくりするぐらい再生されてはいないんですけれども、<laughs> そんなゲームの2が来たので、やっていこうと思いますよ。一応なんか今回は主人公が2人ね、アラン・ウェイクとはまた別で、 何やら捜査官が一人いるみたいなんですけれどもあまり詳しく事前に情報は調べてないのでどんな感じの話になるのか分かっておりません何やったらワンの話もねうーん完全に理解できてるかって言われたらちょっと怪しいんですけどまあせっかくなんでやっていこうじゃありませんかってことで最初からプレイ難易度が3つあった でとりあえずノーマルでえかな意外と戦闘難しかった覚えもあるけど行きましょうスラッシャーのチャージ攻撃をギリギリのタイミングで避けることで敵をよろめかせ一瞬だけ無力化させることができるそんなんあったような敵にやられそうな時は安全地帯を探そう光を使っていく感じよねっめっちゃ じゃ実写をいいかいぼうときたいおいあっ、おる。ものがたのつらずに。い、ね、て生きた方うがいい場合もある。おう。どこらのどういう話なんやろう結局、ワンではアラン犠牲者とお物しかいない どちらにもななりたくないがうんとらわれればとらわれれば無事ではすまない闇の中に閉じ込められた感じで終わったんじゃなかったっけ奥さんを助けることには成功したけどみたいなそんな話やったような気がするんですけどうんさまざまな おう鹿なんか湖の中に闇の世界みたいなんがあるみたいなそんな感じだったような気がするんですけどわっ誰え 誰ゼン,ゼンラです。あいや、これはアラン・ウェイクではないよね。ええまさか、ゼ裸ラマンを動かせるけどカメラ狂ってやっても、ちょっとお,おっぱいらへんまでは見えるけど、いやよく見たら、 なんかはい,い,いてました何こいつこいつを動かしていくのわっ薄気味悪い世界これはあの湾のあの湖なんかなああど どこにあ、ちょっと走れるなんかできることはパンパンチとかないなだ誰だ誰 <laughs> めっちゃ腹出てるけどあすいません私助けて分からんけどああはっは <laughs> はっカメラをなんとか 肩にもめっちゃ毛が生えてるはっ見えんなじゃあこっちああなんじゃーいどこじゃーいこの森はなんなんじゃーいこのおっさんは誰なんですか か音したよささやきっぽいのもちょっと聞こえてるよ虫の葉音もするよまあでもグラフィックはああ時代も相まって綺麗に進化してありますわ <laughs> うっちょいシカ <laughs> でしたう <laughs> ちょいちょい <laughs> なあもうい,い,いきなり急にそんな演出ワンではあんまりなかったような気がしたいんやけどジャンプスケア系も増えてるのかい何だい何だいやんのかこれな何か何か書いてるけど見えん大体いいこういう建物というかあ めっちゃ人の声聞こえます光がライト的なものがもっとなんかワンではあったような気がしたけど、ね、ちょっと誰かが喋ってますヘルスティック押し込みで走れる背中がちょっとテカってます走る <laughs> 走る言うてもこの感じですけど 走,れ走って走ってあっ出たなんか闇のやべえ感じのやつなんかセーブ入ったよ戦闘来る感じかいあっ L トリガー押すとカメラが寄るねライトで照らして倒す感じやったよねやけどまだ何も 持っておりませんこっち暗いね誰何や誰やささやき俺は誰だって言った今ささやきがすごい雨降っていいだよ暗いよこっち ちでいいですかあこっち行くぞん光行くと思ったらなんかいる来たなえっ倒さなあかんすいませんあちょいちょいやあやめてやめてグッ <laughs> さぐさサ <laughs> ああ。おいおい。おいおいおい。こらこら。あ。うわあ、なんか。なに。樹木の。ああ、結構。グロ目。ですねー。 いきなりのああ心臓取られたうんんカルト教団的な感じなんかいあっ結局お前誰やったんははははええー こうういオープニングまだワンとのつながりがよく分かりませんが新たな組織か何かが出てきたんでしょうかアランウェイク2ああいいですね 車バイオの最初みたいやね。ローガン。ん誰やアラン・ウェイクの妻はアリス。

じゃあね、うんケイシーー明るるくくしだって明るくだって一緒にににコーヒー飲んんで町に着くのと同時に新しい死体が見つかるなんて意図的

あ,あどこですか着いたぞ、コールドロン・レイクだ。コールドロンレイク。イクさあ行きましょう。ワンの湖とはまたちょっと違う場所なんかな来ました。保安官代理が犯行現場まで案内してくれるはずなんだけど。はあ車はあ、るが。FBI か。 うんうんリターンワン招待状なんか新しい演出やねこれがあれかいさっきのあの太っちょが太っちょが心臓を取られた森なのかい地図を見ないと地図がそれかああ綺麗やねえ マップにはエリア内の重要な場所が示される近く<あ>になんかいるっぽいねまとげ、OK、地図マップボタン二人ともこっちで下読見ておくべきだったなんとかかんとか言うてますが広いな湖までまだまだで魔女の秘し雑貨店魔女の小屋 レンタルキャビン。ワンの湖って何ていう名前やったっけコールドロン・レイクとかいうそんな名前でしたっけこっち行けるね。あいつについてった方がでも、ええんやろうな。こっちはバイク乗り入れできませんみたいな。そんなマーク銃とかはさすがにまだ撃ったりできへんよな。 へー結構グラフィック綺麗ですええ感じですねここここは連邦捜査局はあ目標に事件現場に行くあっ何や何や何に何や何やや何あ？何や何や何や何 何が誰としいの<あ>閉まってんの今なんか動けへん左上のあれか BB で終了させなあ動けへんね一瞬でもなんか銃持ってるマークみたいな UI 出てきたね一旦じゃあさっきのお安官を 持ってこいってことよね行きまーす変な森おな何やあっ降りれーる降、はい、りれましたよしじゃあ保安官を追ってあげましょうか 車に何かできたりとかないもんなそういえば車運転とか全然ワンであったよね今思ったらこの地図のあっすいませんお待たせしました行きます<い>うんはい行きましたよ,よ<ー>おうブレーカー うんあは。捜査の責任者は私サーガーアンダーソンよ私が指揮を取るはいアレックスケイシーのことはもう知ってるみたいねどっちもいてねあ,ああそうか失礼うん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 うつになってうんんう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  相棒のソントンが事件現場に行ってるおう頭がいいとはお世辞にも言えないやつでなうんう来,て来てますうい,ういるますそ,そうです、ね、あ全部聞こえてます<笑><笑>あ選択肢出てきたな犯行の目撃者は目撃者はいるの二人いる、うん、この町の人間じゃない

どうやら被害取られている話妙ななことになっててな。外に出ているんだ本当ならその中にもう遠回しに言わんともすっと言ってくれあはあじゃあその遺体を見てみましょうどうやって行くのうんああ。簡単に行けるうん。はあ、フェンスの穴をくぐって丘をおりたら湖までまっすぐだ 古いコンビニの近くさはいしゃがむボタンとかはい店ももももキャンプ場何かなお願いしますといてくれた、うん、であ勝手にくぐって雑貨店でソーントン保安官に会う犯行現場行く前に うん、こョーコミノスジカンナルショーコ証拠認識しないと。えなんかそんな調査ボード精神世界の内部にある調査ボードそれ何それ精神世界何それ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  なんじゃここはあここ今精神世界なのセーター来てますこれまでの殺人事件について分かっていることのすべて調べ直してみる価値がある、はあ、えー、なんかそんな調査ボードサーガの思考技術ボードを使えば手掛かりを分析して捜査を進展させることができるそんなのが今回は何かあるのかい LTRT でズーム被害者は,はブライドフォールズの周囲で複数の殺人事件が発生したその関連性は分かれば犯人の捜索に役立つはずなるほどいろんな殺人事件があったってことが調査ボートを自由に使えるようになった BOS と終了うん終了してモテるけどうんー とりあえずボードを触るでいいのかいなんか意外と動けるブラウン管いつの時代この精神世界はでまたかあれ子供かなあー外行ったりとかないもんねってことはなんかすんやなこれで 被害者は全て2010年に失踪。それ以外に共通点はない。デッドレーン、ウェンディ・デイビス、バーシー・ウルフ、アラン・ウェイクが失踪というかいなくなったのも2010年っていう、そういうお話じゃなかったっけ殺人事件のわずかな違い、死体に共通するのは傍聴のみ。 死後に水没。ああ、水ぶくれみたいな。ああ、でもこれ、心臓行方不明。ああ、膨張って、太ってるのとは関係ないよね。これを、どうすんねん、でも、別に、こっからなんか、触ったりとかして。 まだ何もできる感じじゃないよね OK こうなったらマップボタンをもう一回押すことであっ帰ってきた精神世界を訪問しても時間は止まらないあっそうなので、ちゃんと落ち着く場所でやらなあかんやな へえ、今回はそんな要素が。まてーおー、俺が走ったらお前が走るのね。ああ。まあまあ、まだ。まだお昼やから。俺、こっちから行こう。あいつかケイシーね。こっち行こう。 なんかあるぞるブライトフォールズからバーチャルお菓子作りの王者が誕生新聞読んでんのかはあ特に何かできるわけじゃないよね一日一回のハイキングでうつ病を知らず普通に新聞記事読んでる感じ 阿炎教官のコールドロンレイクあれ湾の湖の名前何やったっけなー同じ湖かい飛び降りたりはできすいません行きましょうこっちですね行きます行きます次はどちらへ 口綺麗なとこですよ夜に来たらめっちゃ怖いやろうけどな大丈夫お飛び降りよ <laughs> ったあそういうことね階段はダメねってぶっ壊れとんのね <laughs> で これは、あ、鳥の音。ミラーピークミラー峠。東方に見える雄大な山はコールドロンレイクを見下ろすかの有名なミラー峠。やっぱコールドロンレイクっていう名前で合ってんのかなちょっともう一回、自分でもワン見直さなあかんかな。 こんなところじゃでもなかったよね。こんな、まあ、とりあえず山道は湾では多分、湖のそばにはなかったような気がするんだやけどね。なんかどっか山道を運転した覚えはあるけどさ。今回はこんな、この辺ずっとぐるぐる回ったりすんのかな。おーい、行くぞー。 コバシリンは何ちゅう表現ままやめたれああもう傘を持ってくるんだった雨降っていたんかあれはいいっ現場にシートがはったりとかするわけじゃないよなあ電話ボックスか。 殺害現場でああちょっと待て待て待てどこ行ったあいつああごめんごめんごめんはいはいはいあ無線か無線の声が俺に届いとらんわこっちあいつらの声か雑貨店ゴールドロンリーク・レイクはいあああか、ああ こんな顔はいこんなところ湖から死体はねえギリギリ吐いてる感じで上がってきてたけどなんか見れる。 9月3日怪しい活動目撃現場の担当者よく茂みの中に何か動くのを見たとのこと誰の誰のメモこれ張り込み担当者の訓練が必要報告すべきことはなし通常の動物が目撃された程度日が暮れてからハンターが活動を始めた密漁かうんボロボロやで んやんなここなねこれあなんか回収したんなんか収集品か以上うーんいやーでも綺麗なグラフィックですわ こんにちは死体はどこだいほったらかしかいあ,あおおいドラクエみたいな歩き方しとったな今な綺麗にキュッて曲がっとったな今なうわあほったらかしい死体

履いてらっしゃってよかったけどああだね最初のキーイメージをアンロックした精神世界で調査ボードに配置しよう<っ>上ボタンでアクティブな手がかりを見られる殺害現場 A でキーイメージを選択してこれゃな調査ボードにあかああ偶然かしら で、キーイメージを調査ボードに配置すると新たな捜査が始まる。んまたブライトフォールズ近くの森で遺体が見つかった。完璧なタイミング。ここに調査しに来た一連の殺人事件と関連があるか確かめないと。新たな疑問が出現する。目標は目標。Y 内の調査ボードで確認。 調査ボードを使用できるようになった B でボードを閉じてから目標達成えこ、こん、こんなきやっといたらいいんか証拠を探すまだ何もないもんねうんー一応ちょっとつながったけどこれでいいのかいこれでしゅ終了帰ってきました うわ遺体から手がかりを回収して捜査を進展させてよ鋭いうわっそれが証拠的なっああとこれ心臓でしょおいおい心臓取り出して横に置くて3人組ぐらいやったよな襲われた時いやーズームってできる わあ、<laughs> わあ、でこの状態でここで実験新たに見つかった手,手がかりは未解決の疑問を解く鍵これをどっかに配置ああした取り出された心臓が遺体の近くにあるテーブルの上に置かれたままになっていた 犯行の途中だったということ。ああ、そういうことうで、これを、どこかに、あ、置いた。これは過去の殺人事件と一致。言ってたね。で、これを、どこに、どこに置いたらいいんやお、置いてくれ。多分、場所が決まってんのかなこの辺、違う。 この辺こうじゃないなんか置けるところ決まってんのかお置いてくれ置かないこの辺 <laughs> えっああかんのなんかぴったり置かなあかんタイプ 考えないとえそんなにいや証拠あるよなう,うまくいかん時ときといくときの違いがわからんはこれまでの事件と同じでも今回は心臓と紐が残されていたはい4件,になった4件 手がかりによって未解決の疑問が解き明かされ推理がアンロックされた捜査を進めると新たな疑問がアンロックされる目標がアップデートはあ被害者の詳細殺人犯の詳細を次は調べろみたいな感じか被害者と殺人犯オッケー被害者は誰？うん殺人犯は何者 いるわねこいつ誰やったんやあなんかこっちで足跡かうーん少なくとも3人ぐらいは確かにおったような感じしたのよ、はあ、あなたはしゃべれないこっちはビールですか 誰かがビールを飲んでいた。はあ、ここで時間を潰して、待っていた。のかな。誰かが急いで逃げて。三脚を倒した。カメラ。逃げてたんやったっけ。他は。被害者の身元。あるさ。

被害者を知っていた,てたああ急に英語になったハハハハ急に英語喋ったあれ,あれあれあれさっきまで日本語喋ったのにどうした左下のアイコンは精神視界に重要なものがあることを示しているあ、そうなんや一回じゃあ飛ぶか 何かいっぱいケイシーナイチンゲールは自制心を失い FBI をクビになったそうなのソーントンはもう一人のこいつが保安官やんな被害者はロバート・ナイチンゲール最後に目撃されたのは13年前へえ俺、うん、こ,こういうのもこういうとこに置いてくってことかこれ てるね、ロバート・ナイチンゲール・フ b i 十三年前にブライト・フォールズに来た。はあ。で、殺人犯は今さっきのこっちの証拠を置いていく感じか。は衝動的な犯行それとも計画的 遺体のそばで見つかった三脚とこれをまだ生かす方法が分かってねえのかなあ,あなんかくちゃくちゃ言ってたぞ今一旦戻ってきましたじゃあ彼は2010年からずっと行方不明て、うん、はほ、あ、う その年に何が起きていたのかしらおい何があってお前クビになった後で彼に何があったて出た出た急に英語 <laughs> うーんまたどこ向いてんのよもう。 ああそれだけじゃないはずよ。日本語で返してるけどこっちはどうしたどうしたなんであいつあっ全部あ全部？ああ全部今のところはあらわからなない。い考えてみと。ところどころ日本語に戻るけど全くの別人っぽいよねこれで あとはこれをどうするかやんなあどっかに多分あこっちか計画的か偶発的かここに置くんやねオッケー彼らはここで殺人を計画し、うん、道具を用意しながら時間をつぶしていた、うん、彼らは彼を待っていた <laughs> でもなぜナイチンゲールなのかしら彼は13年間も行方不明だった、はあ、なぜここで？そしてなぜ今になって 13年間んは急にまた英語は直感を真実へと導く全部を知るんだサーガの精神世界でプロファイリングを行い容疑者や被害者の心の中に入ることができる何それ

ナイチンゲールはその一部だった。そうなの。彼は人間ではなく。何かの器のように扱われて。もうちょっと声張ってくれていいんやで、ね。うんー。ナイチンゲール。行方不明者。ナイチンゲールは十三年間行方不明だった。うん<あ>。なぜここに来たのかしら。なんだ。 湖ではない湖から来た湾の湾の闇となんかやっぱ繋がんやな<も>これでな,は,れなはあナイチンゲールは殺される前にあの湖から来たはあ、うんっていうのを今証拠として取ってきたってことか ナイチンゲールは湖から来たように思えるだがなぜ13年たった今これまでどこにいたのだろうせやんな,な闇,闇それをまたこっちで探せってかはあ湖を見てみましょう案内して分かったこっちだな ほうほで待っとけ湖に行くんだねなんか今回は調査系推理系の話も結構やってかなあかん感じなんかないえまだ全然、うん、いえまだ全然湖から来たんだと思う湖から。

あっすぐ行きますすいませんいや全裸じゃなかったよ一応入ってたよ海外版やったら入ってないんかなあ「魔女の秘しコールドローンリー」なんか落としたよ今はあ,あ 確かにちょっと不気味だけどですね俺が先頭先行くの塞がれた道を調べるうんうわ紙がある紙,紙を読んだりはできないこっちはあ、はあゲルのあ証拠を集めてんのかあの左下の写真みたいなのはうん うん。カミノカタメニモジカビシリ。うん。インサツディアナクルータイプライターでウッタマ。おペンデカキノステイルブーマン。アランウェイクに繋がるやつですか。かンコーカー。シュウああ。ハンのメシジ。あらようやく。

オヤオヤ誰か傷つくことに見られてる俺たちをもてるつもりかアランウェイクは。私の好みど真ん中よくな<あ>チンゲールはココー彼がこのページを落としたのか殺人犯がわざと置いたのか。あ,あ アラン・ウェイクは小説家でアラン・ウェイクが書いた小説が現実になるっていうそういうお話やもんねまたなんか増えたんぞこれは今さっき読んでくれたやつか被害者は彼らの仲間で13年前にこの地で行方不明になっていた FBI 特別捜査官のロバート・ナイチンゲールだった 今彼は突如通して姿を現したが彼らが到着したまさにその日に野蛮な血みどろの儀式で殺害されてしまったそれと彼らが見つけた原稿があったこの原稿彼らが見つけた最初の原稿最後のではない恐るべき深淵へ降りる最初の一歩スレッシショルドの向こうで震えている秘密の真実これを読んでいると何かのメッセージのように感じた彼らがここにいたことを誰かが知っていた何をしていたのかを誰かが彼らをもてあそんでいる 彼らを導いていいてるる正体だ拒めるわけがない彼らの前に立ち塞がるこの不可能に思える謎の純,純然たる大胆さたとえ彼が自身があたとえ彼ら自身が傷つくことになると分かっていても被害者は彼らの仲間で13年前に行方不明になった。

妻を助けるために一応こういう原稿を書き続けていかなあかんみたいななんかそんな流れがあったんよな<う>あ,あ今回2でもアラン・ウェイクは引き続き原稿で何かを書き続けているんでしょうけど

調査ボード増えましたあ足跡は岩の下から足跡は途絶えた,た、はああ分からない,からないナイチンゲールの中に何か隠されている怖は ここでは目に見える以上のことが起こっている町に戻って遺体をちゃんと調べないと、はあ、何これ読んでいるとこの言葉はメッセージのように感じた見つけて,そろそろて見つけてますあはあここは調べ尽くした遺体を町に運んで検視しないと<視>じゃあ 戻るんかなあら死体を体足跡あるね岩の下から足跡が出てきてるってええー、これでもあの太っちょナイチンゲールが来たルートをやったとしたら通ってきたってことかなあ あの原稿では何かが見つかることになってるああそのはあでも目的は何、うん、彼らは物事をねじ曲げて自分たちの物語を作り出してるそうね何のために空想を楽しむため欲望をする何のためなんかが私たちは登場人物2ではまだよく分からんけどのの計画目撃者それともこ全部支配欲だろうアラン・ウェイク自身が闇から出るためにもしかしたらやってんのかなよ 見たいああ見たいねいいね気になる感じの物語にはなってるよねただいま出てきたよおうよかったうんう、うん、そこまで行ってない,い水い、うん、まで行ってないのよ

ってことはこっから一気にまださっきのところまで帰っていけってことかああこっちに繋がるってことか多分ロックされたドアはい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 ぐるーっとこっち回っていきてたけどみたいなそういう流れっぽいね OK じゃあまず第一回目はこんな感じ あっちで待ってくれてるけど、ああ、まだアラン・ウェイクも小説のちょっとしたところでしか声を聞いただけしかありませんが、この続き、また次回、プレイしていきたいと思います。なかなか、2もお話は楽しそうですよ。それではまた。 よろしくどうぞ